はい、どうも皆さん、チャーリーエルでございます。皆さん、スパイに興味ありませんか？ですね、今まあ知っている方もいると思うんですけど、引っ越しの準備の最中でですね、すごいものを見つけました。見えますかね？富士から MC007 ウルトラコンパクトカメラ。まだね、中身は見てませんよ。では、どっちから見てみましょうかね。じゃあちょっと小さい方から見てみましょうか。何でしょうか、カメラ。みんな抜けねえ。お、抜けた。お、あー、これいいね。もったいぶらせる感じがいいっすね。おい、じゃあ行きましょう。ちっちゃ、何これ。すんごいなんかちっちゃい電池が入ってますね。ちょっと出してみましょう。フラッシュ、フラッシュですね、これ。はい、フラッシュです。007行ってみましょう。今開けたのは008です。はい、007。なんかもうぬめぬめというか、なんかもう怪しい箱。開き口はどこだ。あ、どっちか。開きました。はい、まだ中見てませんよ。じゃあちょっと開いた。あ、逆逆、こっちか。説明書。ちっちゃ、やべえ。見てください、出ました本体。お、ちっちゃ。ほら、手のひらこんぐらいで、すげえちっちゃい。で、フラッシュをここにつけるか。ここに端子がついてるんで、多分これをね、こういう風にはめると、こうか。あ、こうか。あー、はまった。あー、なんか取れた。ここに多分電池入れるんですね。おー、ちっちゃいなーこれ。おい、シャッターちゃんとついてます。ちょっとね、よくわかんないですこれ。ちょっと説明書に読みましょう。ここのね、数字はフィルム感度らしいです。ちょっとよくわかんないですね。これがフィルム、ここにフィルム入れるようです。多分超特殊なやつじゃないと入らないですね。閉めれる。これ多分フィルム送りですね。ここで、ここは、ちゃんとスライドするようになって、で、ここからね、向こうが覗けます。ほら、なかなか面白いですねこれ。面白いけど使わんね。これどういうシーンで使うんやろ。持ち怪しいっすよね、これ。持っとったらさすがにね。どうやって使うんやろ。こうやって巻いて、怪しいねこれは。これ持ってたら怪しいわ。ちょっとあれですよね、よく映画で見るような、なんかもうこんな豆みたいなやつとはちょっと大違いっすよね。いつ使うんでしょう。手に持って使うっていうのは。でもね、大変面白いものを見させていただきました。こんな小さいねカメラはなかなかないです。まあ今の技術やったら十分作れるんかな。しかもデジタルで。以上でした。今回紹介したのは富士カラーの MC007 ウルトラコンパクトカメラでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっとグダグダな動画になってしまいましたが、それでは皆さん、さよなら。